はい、えー、皆さんこんにちはスポーツビジネスセミでございます。今日はですね、定年退職前のクラブ企業というテーマでお話をしたいと思います。はい。えー、最近ですね、まあ、私も日々、えー、自分でね、セミナーとかあー、こういう勉強会とかね、サロンとか経営しておりますけれども、まあ、私自身もですね、えー、サロンとかね、そういったセミナーみたいので、こういろんな、まあ、多業種ね、ねよその業態、スポーツ以外のビジネスとかね、まあ、そういったことも含めて勉強したいとか。 す、うん、するんですけどもその中でですね一つ感じたのがこの、まあ、スポーツの教会にかかわらずですね、えーまあ、本当に50同じちょっとグループの方々がね話をしてたんですけど50中頃から、まあ、60過ぎた方もいらっしゃいましたねの、えー、もうその退職後の、まあ、収入の不安ですよねうんについてなんか皆さんこうやっぱ勉強されてたりとか何か起業しようかなみたいなのがちょっと空気感がだいぶ以前より高まってきてるなと。 こういうのを感じました。うん。で、えー、っと、まあ、皆さんからお話を聞くとですね、まあ、もちろん今の会社になんか満足、あ不満があるとかあ、そういうことではないんですけども、まあ、やはり60とか65とかになると、なんか、えー、なんていうんですか、こう、再就職じゃなくて、なんて言うんでしたっけ、えー、ね、なんか再雇用かな。あなんか、ま、普段65で定年するんだけど、まあ、なんかちょっと食卓職員とか何か、そういった形でね、なんか再雇用みたいな生徒もあるらしいんですけど、うん。えー、やっぱりね、こう今までの、 なんだろうこうねバリバリやってて会社でまあ出世じゃないけどねこう登っていくって中でまあちょっと本当にそこから外れてちょっとこういう鍵盤的に言ってちょっとねまあ経験があるからいろんなこう雑務的なことをお手伝いするみたいな業務がちょっと嫌だなみたいなやっぱどうせだったらこうまだまだ元気だしまあこういう人脈とか、ね、今経験を生かしてもっとなんかできるんじゃないかみたいなことをまあ思ってらっしゃるようですねでそれに向けてまあいきなりじゃ退職したとかね、えー、っていう時に 始めるのではなくてですねまあそれだったらああまあなんだ早期退職も逆に視野に入れてですね、えー、退職金も使いながらこう起業できないかとか、うん、っていうようなことについて、えー、勉強しているんですというようなね、えー、お話をまあ聞くことができましたあなるほどなと思って、まあ、僕らどちらかというとこの動画のチャンネルねもうえー、っとまあ割と若いね20代30代、ね、40 もう前半ぐらいの方かな。まあ僕が割と歳の近い皆さんに対してね、普段お届けをしているということだったんですけれども。 うん、で、まあ、その会の中でも、まあ、試しにと思ってですね、まああの皆さん何されてるんですかっていうことで、じ、ま、ゃ、あ、私スポーツの仕事でということで、こう、こう,こう、えー、お話をして、こういう彼女は面白いですよなんて話をしたらですねあ、実は私も昔スポーツやっててとか、子供が野球やった時教えてたんですよとか、ボランティアでとか、そういうのって仕事になるんですかみたいな話の中で、まあこうこう、いやこういうふうにやったら、こうでああでっていう話を、まあ、ちょっとね、えー、お休み休憩中か。 にしてたらね、まあ大変盛り上がって、だったら今の仕事しながらでもできるなとか、ね、逆に今の仕事のうちにこういったアプローチができるなみたいな、まあ、たまたまその方のご職業も、おなんかそういうこう支援につながるような、ね、ベースのある会社だったので、まあ、そういった形で逆にじゃあ、えー、社内ベンチャーじゃないですけど、ね、立ち上げて、退職後はそっちを代表しながら会社とうまくやるとかね、そういったこともいろいろできるんじゃないですか、なんていうアイディアを、うん、出させていただいたというような状況だったんですね。うん まあなので、えなんだろう、こう、まあ、若い人たちがね、まあ、一度ほら、最近若い子が大学卒業して就職しても、ね、まあ、だから、いずれは転職するとか、独立するみたいな子が、まあ、多いというふうに聞きますけど、それは、若い子たちだけにあるわけじゃなくて、今、このもう年代、今、この2021年、ね、まあ、そんな年間前からだと思うんですけど、まあ、この時期最近はそれがだんだん増えてきてると思うんですね、その年齢に関わらず。うん。で、 えー、やっぱりいい、若い子は若いなりに、一回社会に出てみて、自分が適性も含めて、次のチャレンジをどうするかを考えたい。みたいなこともあるんだろうし、えー、ある種ちょっとその退職前の皆さんは、今までの経験とか、うより、やっぱりね、より評価される。より稼げる。まあ、稼ぐのがイコール、その社会からの評価ですからね。えー、より稼げる。うん。で、よりやっぱ自分が、なんだろう、こう、 働く喜びとか達成感みたいなのを得られたいというようなことでの仕事の選択、職業の選択っていうのをやはり視野に入れてるんだなと、うん、いうふうに感じました。でその中で特にやっぱりこうその退職前の皆さんとかね、えー、まあ、正直ある程度退職金がこれぐらいあるんですみたいな、えー、感じでね、まあ、なのでだからそのま,ま無駄遣いしてただただそれを食いつぶして生活するではあまあ、本当に不安だし。 そうなる前には逆に今からまだ稼げるうちに何かちょっと挑戦したり勉強したいんですよとこういうようなことがねえありましたんでうんすごいなと思いました。であのまあそういうつもりはねなかったかもしれませんけど結構ねあの以前も本ほんと十何年前ぐらいから総型スポーツクラブ業界でもですね割とやっぱりいいなんだろう、えー こう多いでですよね総型クラブでも、まあ、こう退職前とか、ね、結構年配の、ねえー、方々がされてるのって結構多いんですよ。で僕は一緒くたにそれはあなんとなく公民館活動とかから、えーね、そういう風な総型とかを、まあ、始めたらっていう形で、まあ、そういう方もいらっしゃったんでね、えー、そういう風なところなのかなと思ってたんですけど結構ね最近はそういうことだけでもなくて、まあ、自分の本業もしながら総型クラブの方もやってますとかあできればそっちで稼げるようになったらいいなみたいなこともね。 うん、思っっているる方が結構いらっしゃるようです、うん、なので、まあ、クラブを作って、将来的には、まあ、ある程度のやっぱ、ね、年齢的に行くと社会的使用もありますから、それで指定管理を取るとかね、こういった事業を取りながら、地域の子どもたちののをやったり、高齢者の方々の体操教室をしたりとか、まあ、同じような同年代とか、ちょっと先輩方に対するコミュニティを作って、こういった事業をしてはどうか、というようなですね、ことを考えていらっしゃる、まあ、実際もうでにされているという方が、うん、いらっしゃるんですね。はい でえーまあ、以前ねちょっとこの YouTube チャンネルでもお話をしたように、えーとまあ、学校の先生をね、えーまあ、その方はそんな退職前とかで定年退職前とかじゃないですけど学校の教員を辞めて、えー、野球チームねそういったクラブを作って今や地域のね独立リーグ野球チームのお社長をされてる方もいますけどねそういった方もそういった退職金を活用して、えー、今後長く生涯にわたってやる仕事を を始めたいと、いうことで、こう、始めた方が、ま、いらっしゃるわけですね。はい。なので、えー、まあ、本当そういった意味ではですね、まあ、こう、年齢とかにかかわらず、やっぱり常に、こう、自分をより、えー、高く、評価してもらいたい。まあ、それが、ま、イコール稼ぐっていうことだとは思いますけどね。えー、とか、より、その、働くことに対しての、この社会との関わり方、うん。 ととかっていうことが、まあ、だいぶ皆さんん考えるようにに本当になってきたんだなら改めてその、まあ、地域という考え方も、まあ、その方はねえ何、ー、だろう自分、まあ、今都内で働いてるけど自分地元はどこどこで何々県で、まあ、そっちに戻ってもいいのかななんて思ってるんですけどなんてこともおっしゃってましたようにやっぱりこう何だろう、まあ、働き方とかその居住とかね、まあ、そういったことも含めて、まあ、以前よりもいろこう選択肢が本当にねえー、増えたんだなというふうに思いましたねはいなので えーね、こういった、まあ、我々としてはですねあの、まあ、情報をお,、まあ、お届けするにあたってもですねこうおやっぱりまあ若い人たちだけじゃなくて、まあ、逆にこういった社会経験豊富なあシニアで大先輩方、ねえー、っていう方々の皆さんに対しても逆に有益な情報を提供していければですねむしろまあ僕らなんか若そうなんかでもですねもう ね、今までこの日本の高度,経,高度経済成長を支えたね、きっと若い時にそういう経験もあると思うんですけど、まあ、そういった皆さんですからね、で特にやっぱ企業の方で今までこう働いてたということは、やっぱ本当にね、並大抵のね、えー、もう本当に、ね、努力じゃ足りないぐらい、もう本当に頑張ってこられた方々だと思いますので、そういった方々、まだまだ元気ですからね、まあ、そういった方が本当スポーツ界に来てくれるというふうになるとね、うん、これはもう本当、スポーツ界楽しみだなと思ってね。 うん、でまだまだ全然、ね、シニアでもないし、それこそ高0代とかね、えー、そういうこところであれば、まあ、その本当にトップの上場企業さんだと、さすがにもう社長になるとか、役員になるというのはもう望めないというような方でもね、こんな、ね、本当に何万人いて、ごくわずかじゃないですか、その上場企業とかな、ね、いとこって、まあ、そうじゃなくても、普通のいわゆる中小企業とか、まあ、普通の、ね、一流、大きい会社でも、普通に役員しててもおかしくないような人たちが、やっぱぐよぐよいますから。 逆に言うとそこのトップの管理職の人たちが僕はもう余ってるぐらいだと思うんですよね。うん、そういった能力の高い先輩方がねどんどんこうスポーツ業界に来てくれるとその人たちが持ってる経験とか人脈とかねいろんなリソースがねよりスポーツ界にこう落ちてくると思うのでこれはもうほんと楽しみだなと思いますし。で彼らでも今度は、はい、皆さんが使う 使う言葉とか、ああ普段皆さんの生活の中にえ僕らがそのなんだスポーツビジネスに対しての取り組み方の入り口をちゃんとまあ僕らがチューニングをして言葉を合わせて、ええ皆さんでいう業界ではこういう表現ですよっていうようなことをちゃんとうまくこう合わせて解説をしていけばねあだったら俺こんなことできるかもあんなことできるかもねっていうのがまあどんどん出てくると思うんですよね。実際まあ私が参加したその勉強会でえお話をさせていただいたそのね先輩 がですね、まさにそういう状況だったんですよね、あ俺これだ、俺だったらすぐじゃあクラブオーナーだななんていうことでね、あもう宮根君、ちょっといろいろ教えてくれっていうことで、まあ、話にすぐなりましたけど、まあ、そういったような方々がこれから本当に増えてくるなと思いますので、えーね、もう僕らも,もううかうかしてられないですよね。うん、で、逆に言うと、ね、えー、若い経営者の皆さんも、まず本当は若さは若さで、どんどん利点というか、いいところを、ねえー、出してやっぱりいかないと。 うん、もうそういった皆さん、先輩方にも負けてしまいますからね。そうならないように、はい、あの、我々も頑張っていきましょう。はい。ということで、えー、今日はですね、まあ、この、うん、えー、定年退職前にね、クラブ、起業するというようなテーマでお話をさせていただきました。はい。ぜひ、もしこれね、その、ね、今も50代の方とか、まあ、これから定年退職迎えるぞなんていうね、先輩方が見ていらっしゃいましたら、ぜひ、あのチャンネル登録と。 そして、まあ、もしコメントをいただければですね、なんかそういった皆さんのこれからの退職プランとかね、その後のセカンドライフ、セカンドキャリアに対してのなんかアドバイスもね、できるかなと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。ということで、えー、今日は以上となります。ありがとうございました。